川隆久の国際不動産投資成功塾。皆さんこんにちは。ナビゲーターの吉川亮子です。不動産業界歴30年を超える IPC 独立系国際不動産コンサルタントの市川隆久が世界の不動産のことをさまざまな切り口から語る番組です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。皆さんこんにちは、市川隆久です。さあ亮子ちゃん、はい、今日はね、はい、早速ちょっと質問の方をちょっと聞いて、はい、行きたいなと思っているので、はい、ちょっと質問の方お願いします。はい、はい、それで質問をご紹介します。今回は中国人の不動産の爆買いについてのご質問です。私は東京で不動産仲介会社に勤務している28歳です。去年は中国の方が東京の不動産をかなり買っていましたが、ここに来て減ってきたかなという感じもします。中国の方の東京の不動産に対する見通しを市川さんにぜひお聞きしたいです。はい、はい、いい質問ですね。そうですね、私ね、海外の不動産を日本の人に紹介するっていう、まあ、コンサル担当としてもですね、はい、紹介したり、まあ、ツアーやったりとかセミナーやったりとかね、そうですよね、やってますが、はい、一方で、インバウンドといって日本の不動産を、まあ、海外の人に買ってもらうというような仕事のアシストというかですね、仕事の手伝いもやってましてね、はい、架け橋ですね。そう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 、まあ、中国語が自由に操れるわけではないので、はい、私自身はね、もともと中国語を勉強 してたんですがブランクがちょっとありすぎて、はい、今ちょっとまだもう一回勉強し直さなきゃいけないんですけど、ちょっとそういうこともあって、でも今そんなことやってるとですね、まあ、中国人でも日本語喋れる中国人の方も結構いたりですね、はい、すると直接話す機会もあったりで、現にで海外の人って言ってもやっぱり実際日本の不動産を結構買ってるのは中国の方っていうのが非常に多くて、やっぱりそれは大きいなという感じです。でこの質問はね、去年は結構買ってましたが、ここに来てって、この多分これいただいた書いたのがこれ、まあ、年明けだから実際は多分もう1年ぐらい前の話かな、はい、1年ぐらいの前までは良かったんですけど、実は去年からも結構中国の方は日本の不動産をちょっと買うモードはちょっと減ってきたんですよ。そうなんですね、うん、そう、これなんでかって、まあ、そうね、ちょっと地方とかいろいろあるんでね、はい、一般的にはちょっと東京ということでもし考えたらなんでかなって思う。なんでかな。なんででしょう。値段上がったからですよ。あと円安に触れたから。あ、全体的に高くなってきたからと、うんうんうん、円安じゃない、ごめん、円高に戻ったね一瞬、はい、今また円安とかになってるでしょ。で円高に100円ぐらいまでいったでしょ、覚えてる、覚えてないかな。去年って結構ね、はい、円安円高って結構ガンガンアベノミクスがあって、はい、日本は円安に触れました。なぜかというと輸出、日本は輸出業が結構主力なので、日本全体の経済を活性化するためには円安にした方がいいだろうと、まあ、自国の通貨は本来は高い方がいいんだよ、はい、いいんだけど貿易で食ってる国はそこら辺の通貨バランスは非常に良くないと、良くないということで日本は円安という目標を定めてやってました。なんですが去年はその EU 離脱とか、うん、イギリスの、はい、トランプさんは結果的にトランプさんが大統領になった話は円高にはいかなかったんだけど、なんか世の中で不安なことが起きると、はい、円に人気が集まるんですよ。そうなんですね、うん、なんでかというと積極的に円を買う人はいないけど、何かあったら安全だから日本という国は。なるほど、うん、とりあえず円買っとこうかって話になるの、はい、世界的に言うと、はい、なので円高に触れたりしてたんですよ去年結構。なんで逆に海外に行くときには円高の方が両替もいいからね、全然いいんだけど、100円は切らなかったけど101円とかぐらいまで結構行っててね、でその前の年は125円とかまで円安に進んでて、はい、そうなると2割ぐらい違うじゃない。そうすると何が違うかっていうと、中国の人から日本の不動産を買うということで言ってもね、2割ぐらい値段が違うわけよ、はい、買うときに円が高くなると2割ぐらい上がっちゃうじゃない、っていうことが結構大きくて、でなおかつ日本の不動産の価格も上がってたんで、結構2割2割と上がるとね、
4割ぐらい上がるじゃない、はい、そう誰が見ても高いなと思う気がつくわけですよ。で 賃料がそこまで上がってるかというと現実上がってなかったりするので、なんてことを考えるとそんなようなことがあって、ちょっとやっぱり減ったっていうのはあります。ただまた今円安に戻りつつあったり、はい、いろいろしてるので、まあ、コンスタントに、やりやすくなってまた変わってくるかなっていう気はしますけどね。でただねやっぱり結局ね日本の不動産の東京の不動産 その中国人の人が結構買ってたと言われるようなタワーマンションとかがやっぱりその値段も上がっちゃいました。で円高に触れましたと、はい、いうことで結局割と一気に買わなくなるんですね。あ、そうなんですね。そうなんでかというと多分ね情報を知ってる人、日本の情報を詳しくみんな知ってる人が何万遍だけいるわけじゃなくて、ある人の紹介とかある人のおすすめで俺買ったしいいよって言ったら、はい、私も買いましょう私も買いましょう。中国の場合ってどうしても紹介ビジネスみたいな話になるので。そうなんですね。一人買うと結構買うとかね、割とそんな感じなんですよ。で例 の銀座にバスで来てあれ電気窯とか買っていったっていうのはもう一段落しちゃったの、はい、これは。あ、そうなんですね。そう、これはまあそういうものが行き渡ったっていうのと税関税それを持って帰った人が税金払わなきゃいけなくなっちゃったのよ。15% とか。あ、そうするとね、なんかわざわざ買ってもねみたいな。そうですね、うん、でもあと一部メイドインチャイナの商品じゃなのでもいいものが出回ってきてるらしいとかね。結構ね今早いんだよね、はい、動きが早いですね。そうそう、メイドインジャパンだけでやっていけるもんでもないんじゃないかなという話とかね、結構いろんな話が今あって、だから中国の人でもね最近僕のベンチマークという言葉、要するにそこをチェックしとるということで言うと、やっぱりね中国人の動向が海外不動産に与える影響っていうのが結構多くて大きくて、はい、それって別に日本だけじゃなくて、まあ、10年前ぐらいからもそうなんだけど、もともと中国の人ってお金ができたら外国に移住しちゃいたいのね、はい、自分の国を信用してないから、はい、日本はいい国だから。そうですね、日本は日本人でいたいなってみんな思うけど、中国は別に中国人でいたいなとは思うけど、はい、別にどこで住むかは関係ない。まあもともと中華思想っていうのは全世界は全部我々の国だぐらいの感じの人たちだから、はい、ここまでが私の領土って発想がないから領土問題が燃えるのよ。あれそもそも俺のとこじゃんみんなみたいなのがある。はい、中国って中心の国じゃない。そうですね、だからもう真ん中にあると思ってるから、まあ、文明も早かったしね。なんで、まあ、そんなようなことの中で言うと、減ったんですけど、またね多分増えてくると思いますよ。でただ今世界の不動産いろいろ見てるとやっぱり日本っていうのはその移民を受け入れる体制がまだまだハードルは高い。あ、そういうものですね。日本人って珍しく、はい、単一国家単一民族っていうね、要は日本人がほとんどじゃない、はい、他の国行くといろんなアメリカとかそうだけどいろんな国の人がもう移民を受け入れて移住してたりするじゃない。そうですね、もう国際的なわけよ。ある町とかシドニーとか行くとある町はもうアラブ系の人とかある町はもう黒人さんがいるとかそんな駅とかあるよ、はい、実際日本はないでしょそんな。ないですね。それを受け入れましょうっていうふうにいきなり行くのもなかなか難しいとは思うんだけども、やっぱり中国のそれがねアメリカに行ってました、オーストラリア行ってました、イギリス行ってました、それが今移民の問題って結構逆にトランプさんだって移民受け入れたくないみたいな、オーストラリアなんかもちょっと値段が上がりすぎちゃって困ってると、はい、で中国の人ってまあ別に中国の人っていうよりも日本のバブルの時もそうだったんだけども値段が上がり続けている不動産をそのまま投資してれば上がるんじゃないかぐらいの、もうその別に不動産投資というよりも買って値上がりを待つみたいな、そういう投資を、はい、どうしてもこの10年がこの10年15年が中国にとってみたらもう値上がりしかしてなかった、まあ、一部、ね、値下がりしてるって報道もあるけど、はい、実際値上がりしてる投資の方がまだまだ多いし、そしたらそういうふうに考えるじゃない。そうですね、日本だってバブル弾けてなかったらどうなってんのって、確かにそうですよね、ずっと買い続けた方がいいんじゃないって話になるじゃない、はい、っていうのが中国の人は思ってるから、そういう風なところでアメリカとかそのちょっとシャットダウンし始めたりしたときにやっぱ近いし感じだし文化圏も近いしと思えば、はい、日本っていう国をターゲットにすると十分あり得ますと、まあ、東京だけとは限らなくなってきたけどね。最近そうなんですね、
京都に行きたいっていう人も多いし、関西空港、関空の方が旅費が安いので、わざわざ成田とか羽田とかには来ないで、向こう大阪に入って新幹線とか東京来たりっていう、はい、そんな感じの人も増えたりするので、必ずしも東京の物件を買うってわけじゃないし、まあ場所によってはあったかい地域に住んでる人なんかは雪が見たいとかいうので北海道の物件とかね、はい、人気があるっていう話になってくるので、多分ね、この爆買いという言葉 の、 そのボリュームゾーンはちょっと減るかもしれないけど、でも中国人って普通にしてても日本の人口の10倍はいるわけだから、そうですよね、うん、普通にしてても10倍を爆買いの印象になるわけよ、はい、そうですね、うん、だからそれを思うとね、結構まだまだ一旦下火にはなるんだけど、また変わってくるんじゃないかな。ただそれはやっぱ為替だと思います。もう111ドル、まあドルと元って割と連動してたりするので、はい、1ドルが110円というのが基準で、今はね、そこから円高に触れると、中国の人が日本の不動産買う機会が増えます。で逆に円安に触れるとちょっと様子見する人が増える、はい、やっぱり1割ぐらい違うと価格随分違うしね。そうですよね、うん、っていうのはあるかなってところですかね。なんで、ただそのみんながみんな俺もっていう時代じゃないので、でも物件もちゃんとチョイスされてくるし、日本で高いから売れないから中国の人に買ってもらうって発想でやってると売れませんね、うん、やっぱりそれはまあバカじゃないっていうか、はい、そういう発想の会社だともう売れないし、で実際、そんなような現場 もう見てきてるので。あ、そうなんですね、うん、やっぱりね、そこまでバカじゃないしね、うんうん、だからそんなようなことを思うと、爆買いという言葉はもう多分あんま使われなくなると思うけど。あ、使われなくなりますかね。もう普通になると思う、多分それなんか特別な現象じゃない。あ、なるほど、うん、だから水面下ではちゃんとやってるし、はい、で実際はもっともっと取引が増えていくんだろうなと、地道な感じでという形になるんじゃないかなっていう気はしますね。はい、ありがとうございました。番組に対してご意見やご質問のある方はメッセージをお送りください。国際不動産 .jp のサイトにアクセスし、お問い合わせというメニューからお送りください。皆様からのメッセージお待ちしております。それではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。